はい、今日はですね、モンベルの魔法瓶を買ったんで、紹介したいと思います。750ml ですね。今まで 500ml の、サーモスのものを使ったんですけど、500ml っていうのが、カップラーメンプラスコーヒー1杯しかもお湯が入らないんですね。もう少し入れたいなっていうので、750にしてみました。今まで使ってた500がこれで、今回買った750がこれです。高さはほんの少し違うぐらいなんですけど、太さが全く違いますよね。やっぱり二回りぐらい大きくなった感じがします。ただ重さは変わらないですね。大きい見た目なのに重さ的には変わらないです。相当軽量化されてると思います。で、これがですね、カップラーメンギリギリできるぐらいのあったかさ、大体朝から、朝入れていって昼ですね、カップラーメンがギリギリできるかどうかぐらいのあったかさはあります。ただ、冷たいご飯とかにぶっかけて、お茶漬けにしようとかってなると、ちょっと物足りないですね。で、こちらは、6時間後に、80度以上をキープするってことで、かなりカップラーメンだけでなくお茶漬けなんかでも使えそうな気がします。カップラーメンプラスコーヒー2杯っていうのが目的なんで、まあ650ぐらいお湯が入ればいいんですけど、650というのがなかったんで750にしてみました。はい、このザックに入れた感じはどうなるかというと、こんな感じですね。大体35リッターザックに入れた感じがこんな感じです。500の方だとこういう感じ。こんな感じですね。はい。次は、モンベルの椅子ですね。登山用のチェアを買いました。今まで使ってたものが、これになるんですけど、軽くて、まあ使いやすかったんですけど、ちょっと低すぎるんですよね。ご飯とか食べるときにお腹がすごい圧迫されちゃって、ちょっと苦しいんで、もうちょっと高い座面のものが欲しいなと思って、このモンベルにしました。高さが33センチあるということで、三角形の形なんですけど、少し高くなった分、お腹がだいぶ楽になりますね。ちょっと座ってみます。こんな感じですね。モンベルはこんな感じ。お腹が割とまっすぐになります。で、今までのがこんな感じ。こんな感じで、ここがだいぶ折れ曲がってしまうんですよね。んで、ちょっとご飯とか食べてると、どんどん苦しくなってきて、散歩しながら食べたりとか、そういう反面になってしまいます。というわけで、モンベルの椅子と魔法瓶、買
買ったという話でした。終わります。